JNW をご視聴いただきありがとうございます。パーソナリティのハリントンです。今日も海外で話題になっている日本に関する出来事をご紹介していきます。日本ハムファイターズの新監督に新庄剛志氏が就任しました。襟の立ったシャツにワインレッド色のスーツを着て行われた監督就任の記者会見は、その見た目の派手さだけでなく会見の内容も話題となりました。優勝なんか一切目指しません、顔を変えずにチームを変えていきたいなと思います、などといった驚きと爆笑の会見でした。また同じく笑いを誘ったのが、監督ではなくビッグボスと呼んでという発言です。欧米であれば上司をボスと呼ぶのは普通ですが、日本ではあまり聞きません。芸能界では目上の人に特別な呼び方をする場合があるようで、コメディアンの萩本欽一さんは、欽ちゃんファミリーからは師匠とは呼ばせず大将と呼ばれていたり、ビートたけしさんも弟子たちに師匠ではなく殿と呼ばせていたりといった具合です。今回ビートたけしさんがまさに殿になって城を構え、その城を攻略するという伝説の番組、痛快成り行き番組風雲たけし城が外国人たちの間で話題となっていました。たけし城は1986年から1989年に TBS 系列で放送された視聴者参加型のアトラクションバラエティ番組、隊長に扮した俳優の谷隼人さんが毎回100人の一般応募者からなる攻撃軍を率いて竹市城を攻略します。竹市城はビートたけしさんが城主を務める難攻不落の城で、攻撃軍は竹市軍団が仕掛ける数々の難関ゲームを攻略します。難関ゲームのコンセプトは、子どもの頃原っぱでの冒険ごっこや泥遊びの再現です。100人で始まった攻撃軍は難関の攻略を進めるうちに次々と脱落して減っていきます。最後まで勝ち残り見事城主たけしを討ち取った者には賞金100万円が与えられました。たけし城は世界各国に輸出されて、これまでに159カ国地域で放送されています。また現地版たけし城が作られたりもしました。特にアメリカでは大変な人気で、 CSI 科学捜査班やスタートレックと並ぶ看板番組として定着し、クリントン元大統領夫妻もこの番組のファンだと公言しています。アラブ諸国でも大変な人気があり、先日アラビア語のサイトがこの番組を取り上げたところ、昔熱心に見ていた人々が大変な盛り上がりを見せていました。早速コメントをいくつかご紹介しましょう。懐かしいね、みんな毎週金曜日が待ち遠しかったもんね。ネットフリックスのイカゲームを見た時に何かと似ているなと思ったんだけど、そうか、竹市場だ。この番組が始まる時刻になると、なんとなく家族みんながテレビの前に集まってくるんだよね。ネットフリックスのイカゲームの元になると言ってもいい番組だね。娯楽番組としてよくできていたと思う。世代や年齢に関わらず家族とも友達とも一緒に楽しめたよね。サウジアラビアでは土曜の朝にやってたんだ。土曜の朝が楽しみだったな。幸せで楽しい日々だったよ。お祈りの後にみんなで見るのが毎週金曜日の習慣だった。ネットフリックスのドラマイカゲームの原型みたいというコメントがいくつかありました。イカゲームはもともと朝鮮半島で行われていた子供の遊びで、韓国では1970年代から1980年代に小学生の間で流行しました。地面にイカのような形をしたフィールドを描き、攻撃側と守備側に分かれて陣地を攻略する遊びです。陣地攻略という遊びの性格から、遊んでいる最中に怪我をしたり衣服が破れたりするなど危険な面があることから、地域によっては教育委員会によって禁止されたりもしました。そんなことから、ネットフリックスのイカゲームを見て初めてオリジナルのイカゲームを知った韓国人も多いようです。ネットフリックスのイカゲームは事業に失敗し妻とも離婚した主人公の中年男性が大金をかけたゲームに参加し、数々の難関ゲームを攻略していくというものです。ゲームの参加者は主催者によって拉致された456人、賞金は456億ウォン、約45億円です。ゲームと言いながら、最初のゲーム「だるまさんが転んだ」はまさに命がけで挑戦する極限のデスゲーム。2番目のゲーム、3番目のゲームとゲームが進むにつれて犠牲者が増えていき、5番目のゲームが終了した時点でプレイヤーは残り3人となります。そして最終ゲームはイカゲーム、小学生の遊びなどではなく命がけの決闘です。
最終的に主人公は優勝し、456億ウォンの大金を獲得します。1年後、大富豪になった主人公のもとにイカゲームの運営者からメッセージカードが届き、実はイカゲームがまだ続いていて、主人公はイカゲームを潰すために再び参加を決意するという展開です。2021年9月17日に配信がスタートすると大人気となり、世界90カ国で視聴ランキング1位を獲得。全世界で約1億4200万世帯がこのドラマを視聴しました。命がけで笑えないところは大きな違いですが、確かに数々のゲームを攻略して優勝すれば大金を手にできるというのはたけし城と似ています。また海外でも人気のある日本アニメカイジとも似ているなどという外国人たちの意見もあります。今回の投稿にはさらに多くのコメントが寄せられており、テレビの歴史に残るすごい番組、いつか自分も参加するのが夢だったというコメントや、リメイクしてほしい、リメイクしなくても当時のままで再放送しても十分面白いなどといったコメントも見られました。さらに寄せられたそんな声をご紹介していきましょう。海外の反応。世界に数多のテレビ番組があるけど、これほど面白くて毎週興味をそそられるサバイバル番組はなかった。ユーモアがあって独創的でテレビの歴史に残る番組だと思うな。笑いすぎて息ができなくなるくらいだったもの。すごく小さい頃だったから、その頃は訳も分からずに見てたね。でも毎回楽しみにしてたから、分からないなりにも面白かったんだと思うな。家族みんなでテレビの前に揃って一緒に見てたな。本当に懐かしいね。楽しい日々だった。間違いなく世界最高と言ってもいいテレビ番組。こっちでは吹き替えで放送してたんだけど、それがまた最高だった。進行役の日本人が参加者に優しくしていたのが印象的だったな。この番組は絶対におすすめです。ただ笑いすぎには要注意。お腹は痛くなりますよ。本当に面白いだけじゃなくて洗練された感じで、今で言うとイケてる感じだった。俺はいつも攻撃軍を応援してたんだけど、大体いつも勝利寸前でやられちゃったんだよな。昔は映像を見ると言ったらテレビしかなかったけど、今じゃインターネットがあって作品も山のようにあるから、どれか一つの番組に人気が集中するってのはなかなかないよね。母親がこの番組の大ファンだったみたい。私はまだ生まれてなかったんだけど、この番組のことは母からよく聞かされてた。テレビの歴史に名を残す番組の一つでしょう。数々のゲームの中でも迷路ゲームは一番の面白さだったと思う。幼稚園の頃にたけし城ごっこをして遊んでた。番組に出てくるゲームを真似してね。遊んで遊んで家に帰ると美味しい夕飯が待っていた。そういう平穏で幸せな時代だった。今見ても絶対面白いと思うよ。面白さはダウンタウンのガキの使いの罰ゲームに匹敵するよね。年代や性別に関係なく家族みんなで楽しめたすごい番組だったよね。いや、これは懐かしい。子供にとっては生活のかなりの部分を占めるような番組だったね。子供の頃は金曜日がとにかく待ち遠しかったな。映像を見たらあっという間に子供時代に戻っちゃったよ。攻撃軍が見事に竹市場を落とした時は歴史上の大きな出来事のように感じたな。笑いすぎて腹筋が痛いってこの番組を見て初めて経験したんだ。最後はだいたい攻撃軍が負けちゃうんだよね。この番組を見ると懐かしさがマックスだね。これ以上の番組はないでしょう。この番組がやってた頃はシリアには戦争もなくて本当に平穏な時代だった。あの頃の子供たちは今でもこの番組のことを覚えてるかな。世界のテレビ番組の歴史に名を残すと言ってもいい最高の番組の一つだよね。今から振り返ると何とも素敵な毎日だった。今と違って昔のテレビ番組はとにかく単純にただただ面白かった。毎週欠かさず見てたな。いつか自分もこれに出るんだって夢に見てたよ。この番組は子供の頃の楽しい思い出の一つだね。リメイクしてくれないかな。今のこの時代に合うように変えてさ。小さい頃にいつも見てました。いつか自分も参加するんだって夢見てた。ビートたけしさんは天才だね。
この人を超える人なんていないでしょう。僕も大好きな番組で子供の頃によく見てたよ。一つ一つのゲームがよく考えられていて最高だったね。リメイクとかしないでそのまま再放送しても今でも十分面白くて人気が出るでしょう。たけし城が世界で放送されていたとは知りませんでした。今思えば外国人のコメントにもあるように確かに創造性に富んでいて、ユーモアもたっぷりあって年齢性別を問わず楽しめる番組でした。加えて国や言語を問わず楽しめる番組だったのです。アラブの一部の国からは平和な時代の美しい思い出の一つというコメントもありました。日本人にはなかなか想像もつきませんが、日本のテレビ番組が平和な記憶の一部となっていることに嬉しさと同時に切ない気分にもなりました。こんな風に世界中に笑いを届ける番組がまたできると嬉しいです。さて、外国人たちの反応はいかがでしたでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。